カウテレビがお届けします社長室101。今回は大阪府東大阪市に来ています。今日お尋ねしている会社はですね、あるホテルカンパニーであります。会社名を世界ホテル株式会社とおっしゃいまして、聞かれたことある方、テレビでご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、今の日本の社会課題であるホテルの不足と空き家の増加というですね、この2つの課題をこの世界ホテルという1つの事業で一挙両得で解説している会社、しかもこの空き家のリノベーションホテル事業として日本の最先端を走っていらっしゃる会社がこの世界ホテル株式会社です。その、創業者であり、現在も社長を務めていらっしゃる矢野浩一社長に、今日はこの会社がなぜできたのか、でこの会社の経営哲学について詳しくいただきたいと思います。ご紹介します。矢野社長です。今日はよろしくお願いします。お願いします。まずはこの世界ホテルさんという会社ですね、この会社の概要、何人ぐらいでどういう事業をどういうお客様に対して展開していらっしゃるのか教えてください。はい、世界ホテルは、現在大阪で2拠点ホテルとして運営してるんですけども、各拠点で責任者として社員を1名ずつと、で、親会社からの出向という形で、2名、出向させてまして計4名、あと、パートが約20名と、大学生のインターンシップが大体、入れ替わりがあるんですけど、10名から20名ぐらいは常に動いている状態ですね。それだけの正社員さんが出向含めて4名、はい、パートさんが20名、大学生が10名から20名の、はい、そのチームで2拠点でいくつぐらいの部屋というか棟というかですね、はい、その空き家を使ったホテル事業ですよね。はいはいはい、数でいうと2017年にオープンした1号店の西九条は、13棟ですね。2018年にオープンした2号店、こちらですね、府政は、5棟、あるので全部で18あります。18棟で部屋数でいうと、部屋数でいうと20ですね、はい、20部屋、はい、20部屋あります、はい、だからこちらに関してはそのベッドで貸すドミトリーと個室といろいろあるので、はいはい、2階建てなんかもあったんですね。そうですね、はい、一概にもう何部屋ってくくるのがちょっと難しくなってきてるんですけど、なるほど。その20部屋のホテル事業を、はい、展開してるわけですけど、その非常にユニークなクラウド型ホテルっていうんですか。はい、そうですね、はいはい、本来そのホテルっていうのはフロントでチェックインをすると、鍵を受け取って、じゃあエレベーターを上がって、客室に向かってくださいというのが通常なんですけども、我々、そもそもそうじゃなくてもいいんじゃないかというところから始まりまして、地域の空き家をリノベーションして、客室に変えることでフロントで、チェックインして鍵を受け取ったらエレベーターではなくて、街を歩いてその自分が予約した客室、元空き家ですね、の客室に泊まっていただくと。その客室が当然バラバラにあって、並んでるわけじゃないので、街中に点在していると、それが、客室を増やしたりできるんで、はい、クラウド型、クラウド式にどんどんこう増えていくホテル。クラウドはその雲のクラウドと群衆のクラウドがあるわけですけど、そうそう、群衆の方のクラウド、そうです、はい、つまりその不特定多数の中から増やしたり減らしたりすることができると、はい、そうですね、はい、その通常ホテル事業というとハードが固定化する、はい、その中で空き部屋が問題になったり、もう暗室で無駄が出たりとかっていう、そういう過不足が生じるわけですけど、はい、この世界ホテルさんの場合はそれが割とこうなんですか、柔軟に対応できる。そうですね、需要が高ければ部屋を増やしていけますし、仮にじゃあ今後、例えばインバウンドが減って縮小しなきゃいけないという時も、ホテル業をやめるか続けるかの二択じゃなくて、はい、じゃあ部屋数を減らそう、はい、もっと客室のところは、じゃあ今度は賃貸不動産として貸そうというような選択肢も残しているので、本当にその地域とか地方に、取って柔軟に、ホテル営業ができる、なるほど、スキームになってますね。その日本社会が抱えているこの空き家問題という片方の問題と、一方でこのインバウンド客がどんどん増える中でホテル不足という問題をこの世界ホテルさんが一挙両得で解決しているわけですよね。そうですね、はい、
もともと僕がもう19歳の頃から不動産業界にいる中で、結果こう不動産のプロが商売としてまあ美味しい物件ってみんな群がるじゃないですか、その群がっていくのが苦手で、こうみんなが群がってないところで商売にならないかなって考えた時に、やはりこう中古不動産、しかもまあ人気のないものってなると、まあ今でいう空き家になると。でもうちょっとこう視野を広げてみると、こう地方をなんとかしなきゃいけないっていうのもあったりとか、過疎化問題、そうですね、シャッター商店街とかやっぱりそういうのがあったので、まあこの人気のない空き家として放置されているものをなんとかできれば、非常にこう自分にとって有意義なビジネスモデルになるんじゃないかっていうところから始まって、同じ建物にあるホテルとかウィークリーマンションとか、ああいうのがあるんだけども、別にそのホテルとかの業界じゃなければ、バラバラにあるものが一つのブランドでこうくくられてるっていうのは事例としてあるんで、それもできるんじゃないかなっていうことで、まあその宿泊業にまあ進出したっていう感じですね。1号店がオープンしたのは何年前、何年のことですか？2017年の6月です、ね、6月に1号店西九条が、はい、それ最初1棟からスタートしたんですか？最初は4棟から始まりましたね。4棟で5部屋からスタートして、はい、最初からドンといったものですか？いや、最初は暇でしたよ。暇でした、はい。まあ、数も少ないですし、まあ、いわゆる旅行予約サイトですね、OTA と呼ばれるブッキングドットコムとか、ジャランとか、まあ、もちろん民泊サイトの Airbnb とか、前にも載せましたけど、まあ、おかげさまで日経新聞に掲載していただいたりとか、それはやっぱり空き家を活用したホテルだという話題として、テレビも出たりしたので、まあそれを見てきてくださる方とかもいましたし、まあそんな感じで部屋も増えていって、4棟5部屋が、何年ぐらいで軌道乗ってきたんですか？何ヶ月ぐらいで？いや、ずっと部屋を増やし続けてるので、ようやくこうホテルらしく忙しくなってきたねってなったのが、だいたい1年ぐらい経って、あの時で10部屋ぐらいになった時に、でもその時もすでにこの伏せの2号店の準備入ってたんで、もう本当に落ち着かないまま2号店のオープンも迎えたという感じですね。